最近見つけた絵はがきがありまして、うん、その絵はがきに載っていた道が廃道なんじゃないかっていうことが分かりまして、訪ねようと思ってます。古書店の方で三重はてな赤岩の追悼っていう風にタイトルの記載があったんですね。でそうして調べてみたら、平成16年の道路現況調査に詳細不明、路線名不明の赤岩隧道っていうのが載っていて、でかつ三重県の紀北町に赤岩っていう景勝地があって、じゃあ着きましたが、このハガキにもある赤岩、それがもう視界の端に見えてて、あ、まあ、ちょっと赤い、まあ、言われてみれば確かに赤岩のほど近い場所にその絵はがきのトンネルがあるだろうとすれば、この小山かなと。あ、でこの奥にあるらしいんですね。隧道の風が吹いている、ありますね。この隧道がこの絵はがきの隧道なんじゃないかと私思ってます。この小山を貫く2メートル高さがあるかどうかの隧道、コンクリート巻きで奥からは素彫りですね。実はこれよく見ると隧道って書いてあるんですよね。墜落の墜という字に土がついているので、はい、トンネル隧道と同じ意味でこの墜落の墜を使った墜道という文字を当ててる方が結構いらっしゃるんですね。そんなに多くはないんですけどね、ごく稀にあります。なのでこれも墜道と書いてあるので、変額があったら墜道っていう文字が当てられてるんじゃなかろうかと期待してきたんですけれども、変額なかったですね。なかったですね。何か記憶にあればということで、はい、ちょっと聞いてみましょう、はい、いつぐらいに掘られたってご存知ですか？あ、これは兵庫にね、その時津波を打った時もあったね、ってその前からやと思う。その前から仙台のそば一人で飲みで手で掘ったのを聞いた時、交通は不便な時やったもんで、資材を運ぶのにあそこを掘ったってことは聞いたんやけど、すみません、お休みのところ、はいはい、ありがとうございました。その後に視聴者の方からメールをいただいて教えてもらって、自分なりに調べて分かったことがあったんで、50年以上の古い本で、その当時に現役だった全国の道路隧道を網羅しているんですけれども、それの福井のページを見たんですね。まあ、勝山市内にあるということだったので、勝山市にある隧道となるとこれかなと。トンネル名は赤谷、ちょっと名前があれですけれども、まあ、間違いの許容範囲かなと。勝山市をズームアップして、勝山市の九頭竜川の南岸にあるこの黄色いラインが藤巻下新井線なんですけれど、ここに、まあ、このリストだと赤谷って書いてある隧道の場所ですね。明治42年測図、大正5年製版の非常に古い地形図なんですけれども、隧道の記号が確認できますと。で、絵はがきの水流もあり、水流のすぐ横を通る道路沿いに小山があって、その小山を貫く隧道であると。まさに地形図から見ても絵はがきと同じ景色が見れるんじゃないかと思うので、福井に今から行ってこの絵はがきと決着をつけたいと思います。いや、来ましたね、福井県。自宅から約500キロ、6時間半ぐらいですか。絵はがきの赤岩隧道がどちらかっていうのを決着をつけて、もしかしたら誤った情報を提供したかもしれませんが、まあ、その千岳一切並みを視聴者の皆様にご関与いただければなと思っています。右側に見えるのが九頭竜川ですね。この九頭竜川の南岸を川に沿って通っている県道になります。すごい走りやすいですね。でも今のこの回送路を見てみますと、おそらく改修されて隧道ももしかしたら王子の面影がないかもしれないですね。
円形の山々、絵はがきにうっすら写っていた山々に似てますね。あれが視聴者の方から教えていただいた絵はがきの隧道じゃないかという福井県勝山市のトンネルです。やはり拡幅されてるようですね。片側一車線の回送路に改修されていて、狭隘さを全く感じることもないいい隧道ですね。隧道自体は非常に短い 22.6m と記載がありましたけれども、現在はそれに落石余計を追加したような形なのかな。角度的にはこの辺りかな。後ろの背景の山々、そして川に迫る小山、道路の線形も多少違う感じがしますね。もうちょっと岩に沿っていた線形を変えたらそっくりですね。そっくりだな。ちょっと待って、この車道の左側、この段差の上がかつての道路敷じゃないですかね。そうすればまさしくあの絵はがきの隧道と同じ岩に沿うように石積みがあるっていう景色が迫ってきますね。でその石積みは壁際にあると。だいぶ王子と景色が違うけど石積みですよ。とても古い石積み。線形改良の廃道が残っているというね、行幸ですよ。これは素晴らしいですね。明治時代からあって、それから長らく使われていた車道の廃道を歩くことができると、まあ、後人の至りですね。もうだいぶ木も育ってますけど、ここが絶対に廃道だっていうのがこれでわかるんですよね。こんなところに車両通行止めなんてただの余地に置くわけがないので、かつてここに車で通ることができたよっていうのがおそらくこれで証明されてるんじゃないかと。まあ、おそらく昔の道は小山に沿うように道路を作り、もう通れないよっていうところを短い隧道で攻略して向こう側に抜けていたと。いや盛り上がりますね。これは素晴らしい。でかつ石積み、おそらく当時のまま、明治時代のままの石積みが残っていると。いやまさにそうじゃないですか。これ絵はがきの石積みでしょう。この石積み上の方まで続いてますね。上に何かあったんですかね。ちょっと行ってみましょうか。これが道ならば本来なら登り口があると思うんですけど、ちょっとわからないので登れそうな段差から入っていこうと思います。すごいですね。こんな大きな木が育つほど古い石積みで、あー平場だ。なんか思っていたよりかなり規模が大きい建物でもあったんですかね。でさらに登れるような感じになっていて、さらに上に石積みがある。ただ不思議なのが登れるようにつながってるんですけど、一段一段の石の大きさとか石の形がまるで違っていて、一段ごとに時代が違うような。一番川に迫った部分にいるんですけれども、九頭竜川を見下ろせるこの位置、すごく景色がいいんですが、これを見るために登ってきたわけではないと思うんですが、あゆ屋さんですね。あゆの塩焼き屋さん。すぐそこにある小さなトンネル、赤岩トンネルが、そうそうそう、あの昔こういう絵はがきになっていたんじゃないかというので、懐かしいな。昭和42年の時の資料で、うん、幅が3メートルちょっとぐらいしかないって、その時通ったことがじゃああるんですね。何遍もある。あ、何遍もある。ご主人が昔通った姿に似てる。もうちょっとそのまま。僕らは子供の頃
この岩のこの辺から下に飛び込んだ記憶はにゃ今見るともうなんか中洲の原っぱみたいな、こんな面影はもうないわ、うん、ちっちゃい頃から赤岩って岩がちょっと赤茶色いっていうか、それを取ってこのトンネルのことを誰ともなく赤岩隧道って。石垣がたくさんあるのを見つけたんですけど、あそこはもともと何だったんですか？あれは聞いた話ではラブホテルが建つっていう、そういう話があったよね。でこれは学校も近くにあるし、住民がみんな反対したわけ、ね、で石積みが残ってるんやろ。てっきりなんか昔お寺さんでもあったのかなとか思ったんですけど。勝山市立図書館に着きましたね。大野郡史、これですね。大野郡史と勝山志士が膨大な冊数ありますが、近代現代編を読みたいと思います。今回国道から九頭竜川沿いの県道168号に入っていたわけなんですけれども、私がスタートしたあたり下洗いの写真が載ってますね。昔こんな謙遜な道だったんですね。急に確信分なんですけど、まさにこれ絵描きが先なのか分かんないんですけれど、これですね、間違いない。明治23年より明治25年まで3カ年を経てようやく改作したもの、峻険なところを、まあ、逃れることができるようになったと。視聴者様の提供の福井県勝山市にある赤岩トンネルが九段の隧道であるっていうのが確認が取れて、三重県の隧道は違ったということなので、ご迷惑をかけた方、これを追って三重に行った方がいらっしゃったら大変失礼しましたと、まあでも許してねということで、お疲れ様でした。